ふなっしーは、千葉県船橋市在住の梨の妖精という設定のマスコットキャラクター。着ぐるみと中の人が一体となり、地域おこし活動の他に、タレント、歌手、声優としても活躍している。2011年11月、船橋市名産の梨をモチーフにして、一船橋市民が個人的に始めたご当地キャラクターで、当初は船橋市役所などに売り込んでも受け入れてもらえなかったが、自主的に参加した地域イベントなどでの活動や、インターネット上の活動で徐々に浸透し、2013年2月の朝日16社の広告出演を機に人気を一気に拡大したとされている。市や県からは公認されていないものの、その人気と高い知名度ゆえ、船橋市のみならず、千葉県や日本政府の公式なイベントや企画に起用される機会が多い。概して、ゆるキャラと称されるマスコットキャラクターの着ぐるみは、PR したいものを象徴して身につけた形状で愛くるしい動きをすることが多い。また、着ぐるみは自ら話さず、アテンドと呼ばれるアシスタントが代弁することにより、着ぐるみの中の人が入れ替わることや複数体が同時に異なる場所でイベントに出演することを可能にしている。当初、他のキャラクター同様、着ぐるみの中の人がキャラクターの声で話すことはなかったが、アテンドなしで個人参加したイベントで、中の人がキャラクターを演じながら話すスタイルが始まった。中の人は裏声のような甲高い声で話し、その口調は饒舌で笑いを誘い、語尾や文末にナッシーを多用しながら、キャッハーなどと規制を上げたり、観客にナシシルブシャーとの言葉をかけたりする。また、ゆるキャラらしくない俊敏な動きが人気と地元の千葉日報が評したように、様々な種類の跳躍や連続した激しい動きなど、特定の人物以外は中の人が務められない動作が特徴的である。このため、中の人は入れ替わることが不可能で、複数体が同時に異なる場所でイベントに出演するのも難しい。すなわち、着ぐるみと中の人が一体のタレントであるとの見方もある。顔を両手で左右から押しつぶすマンボウという持ちネタがある。着ぐるみは激しい動きなどで損傷することが多いため、新しいものに更新しており、現在は主に3号機及び5号機で活動することが圧倒的に多い。古い体はロケなどで使い分けたり、イベントで展示されたりしている。ふなっしーのサイン梨妖精会の出身。両親は普通の梨の木で、全部で274人いる兄弟のうち本人は4、男であり、56番目の弟に船五郎がいる。2000年に一度だけ現れる奇跡の梨の妖精という設定のもと、誕生日は138年7月4日で、本名はフナディウス4世とされているが、船田梨央を本名としたこともあった。なお、ふにゃっしーは飼い猫であるらしい。背中のファスナーらしきものは、イリュージョンといい、実際の口であり、漫画の設定では梨妖精界につながっている。頬にある左右2つずつの赤い斑点は、鼻の穴である。ハードロックヘビメタルを好んでおり、初めて買った CD は、ディープパープルのマシンヘッド、好きな歌手は、オジー・オズボーン、車の中でよく聴く音楽は、エアロスミス、ライバルには、ロブ・ハールフォードの名を挙げている。その中でもパフォーマンスなどに最も影響を公言しているオジーとは2014年12月7日放送の行列のできる法律相談所で対面している。好物は桃、ラーメン、寿司、肉、洋梨、ダンゴムシ、セミ。ただし本人曰く虚言癖があり、言っていることの 27.4% が嘘とのことなので、いずれも真相は不明である。人気が高まるにつれて、中の人が誰なのかについての憶測が囁かれ、一部週刊誌には具体的人物を指摘するものもある。もっぱら規制だけだった初期の頃は、甲高い声やその発し方が、同じ千葉県在住のさかなクンに似ているとの指摘もあったが、身長が明らかに異なり、商標出願人が中の人ではないかと推察されている。テレビ番組で神奈川県横須賀市についての知識をたびたび披露していたため、中の人は横須賀出身ではないかという噂があったが、2019年5月29日放送の今夜比べてみましたにおいて、上無し県無し、すかしってところにいたと発言した。中国語が堪能であり、台湾でのイベントに出演した際には、その最中のやりとりをすべて中国語でこなしたことがある。また、英語の映画の吹き替えを行った際に、オリジナルのセリフを聞いて、配役が間違っていると指摘できる程度の英語の聞き取り能力がある。2020年3月6日放送のクイズ。あなたは小学5年生より賢いの？では、最終問題の現在の国際連合の安保理常任理事国5カ国、すべて答えなさいを含む全11問に連続正解し、賞金300万円を獲得した。なお、ふなっしーは合同会社274ランドの登録商標である。2011年11月、ある船橋市在住の小売店経営者によって平面イラストとして誕生し、ツイッター上で活動を開始した。きっかけは東日本大震災で店の売り上げが落ち込み、店の宣伝につながるサイトを作るべく、通ったウェブデザインの学校で、船橋を盛り上げようという制作課題を出され、船橋市の情報サイトを作成したこと。このサイトに、船橋と特産の利をかけたキャラクター、ふなっしーを登場させた。原画は、フリーハンドのマウス画で、パワーポイントを使って、わずか30分で作られた。実体として出る気はなかったものの、フォロワーの要望が増えたため、表に出ることに決めた。2012年、着ぐるみを総量込み3万8,000円で中国に発注し、3月に完成して立体化すると、4月から YouTube 上での活動も開始した。着ぐるみがあり、かつご当地キャラとみなせる活動実績があれば、個人でも加入できる一般社団法人、ゆるキャラサ、ミッド協会に入会した。すると、赤ちゃん本舗の創業80周年記念イベントを請け負った。広告代理店の博報堂から同協会を経由して千葉県で開催される6月のイベントに出演依頼があり、初のイベント出演をした。この時、アテンドなしで出演したため、イベントの司会者から自己紹介を要求された際、中の人が自ら、ふなっしーなっしーと答え、これが第一声とされる。一方、自治体などの公的な団体による推薦が参加条件となる。ゆるキャラサ、ミッドに参加するため、7月に船橋市役所や船橋商工会議所を訪れたが、たらい回しにされた上に推薦を得られなかった。また同月、船橋市民祭りへの出演を願い出たが、認められなかった。市の許可が得られないまま、7月下旬の船橋市民祭りや8月の東京都での船橋市の梨の PR イベントに自主的に参加する。一方、ご当地キャラ仲間の誘いなどによって様々な地域イベントに出演が始まった。11月下旬、第3回ゆるキャラサ、ミッドインハブが開催された。イベント参加資格がなくて困っていたところ、ご当地キャラ仲間のにゃじろうが、秋田県の物販ブースを手伝うアルバイトとして誘ってくれたことにより、自治体などによる推薦が得られていない。2日間のイベント期間中、秋田県や東北地方のブース前で、アテンドなしで客の呼び込みや客との触れ合いをする必要に迫られ、中の人が自ら話すスタイルを定着させていった。朝日飲料の16茶の広告を請け負った博報堂から日本ご当地キャラクター協会を経由して声がかかり、新垣結衣や多数のご当地キャラと共に出演した広告が2013年2月初旬からテレビで放送開始された。2月4日に開催されたこの広告の発表会に、新垣や他のご当地キャラと共に出演した。この時新垣は、最も印象的だった、ご当地キャラだったと述べた。2月11日に日本テレビ、スッキリに出演すると、テリー伊藤とのやりとりや加藤浩二との相撲対決などが、ネットユーザーの間で話題となり、認知度や人気が急激に上昇した。3月5日、船橋市議会で市公認問題が議題に上がったが、自身がもう公認を望んでいないことから、市が公認しない方針が示された。その一方で、6月23日の船橋市長選で新市長が選出されると、市に迷惑をかけたことを謝罪し、市からは10月30日に感謝状が贈られ、前年8月の東京での梨のイベントから続く市との間の溝が埋まり和解に至った。市からは公認されていないものの、2013年10月19日から20日に開催されたご当地キャラ博in彦根2013及び11月23日から24日に開催された第4回ゆるキャラさミッドインハブでは船橋市観光協会の推薦により正式参加を果たし、以降のイベントでも必要に応じて同協会から推薦を受けている。また、2014年5月21日には船橋市がふるさと納税において5000円以上の寄付をした人物に対し、ふなっしーと目利き版当選えもんのイラスト入りクリアファイルをプレゼントすることを発表。非公認キャラながらも、市の公式グッズに登場するという異例の展開となっている。実際このクリアファイルの効果もあってか、同年6月よりプレゼントを開始すると、わずか1ヶ月で約439万円の寄付が集まり、過去の年間寄付額をあっさり更新した。松戸市長によると公認にすると逆に活動に制限が出るので、あえて公認にしていないだけで、ふなっしーは非公認だけど、船橋市がしっかり認めた存在とのこと。その後の活動はご当地キャラのイベントにとどまらず、声優、音楽活動、テレビのバラエティ番組出演など多岐にわたっている。なお2017年現在は、体力的に厳しくなった、存在な扱いに疑問を感じていたという理由から、テレビ番組への出演は極力控えており、イベント出演の方がギャラの割が良いとして、各地のイベント出演を中心に活動している。日本テレビ朝日 TBS テレビ、東京フジテレビ NHK ウェブその他4、コマ漫画作品、ヒャッハーだよふなっしーが、別冊コロコロコミック2014年2月号。月刊コロコロコミック2014年3月号、茶尾2014年12月号から連載されている。単行本が小学館より、テントウムシコミックススペシャルとして刊行されているほか、茶尾ムックカラーワイドコミックスとしても刊行されている。以下は、自身のバリエーション。274CH で配信される動画では、船五郎や本人と共に別個体として登場する。以下は、オマージュして作成されたキャラクター。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。ヒャッハーだよふなっしーに関するカテゴリ。ありがとうございます。